最近車も欲しくなっちゃって。え、けど我らが車買うとかみんな興味ないんじゃないの？せーの、皆さんこんにちは。はい、今回は皆さんにお伝えしたいことがあります。皆さんにお伝えしたいことがあります。大事なことは2回言うので、はい、皆さんにお伝えしたいことがあります。大事なことだから3回言ってみて4回見ちゃう、はい、いいですよ、はい、はい、どうぞ皆さんにはい、カット。はい、ということで、私たちはね、YouTube を始めて、今2年と少し経ちました、うん。出した動画の本数が約115本。おぉ、すごい。そんなたくさん出したんだ。すごい？なんか思い出に残ってる動画ありますか？思い出に残ってる動画？いっぱいあるけど、Vlog 系はもちろん思い出に残ってるんだけど、なんかウィングのドッキリとか意外と残ってるかも。あー、なんで？なんかさ、気づかなかったじゃん、周りがギリギリまで。あんなでかいのついてて、アホだなーと思って。そんなんいっぱいあるよね。いっぱいあるけどさ、なんか他にはまださ、なんか可愛いじゃん。あー、ちっちゃいからね、他のなんか、うん。なんかイカリングつけましたとかさ、あと、ウィング気づかないの相当だよね。でしょ？あのウィングね。あのさ、見てない人見てください。鬼怒川温泉行った時のドッキリなんだったっけ？カナード？カナード、あ、そう、カナードとかもまださ、可愛いじゃん。そうだね。前見なかったら分かんないもんね、あれはね。うん、確かに、羽はやばいの、気づかない。やばいでしょ？あれ？と思ったもんね。うん。ドア開けるまで気づかなかったもんね。うんうん、気づいてるけど、無視してんのかなとか思ってたよね。うん。あれを振り返るたびに、うわ、自分アホだなと思って、どんだけ車に興味ないんだろうと思って、なんかすごいなんか印象に残ってる。まあいろんな2年があり、うん、ついにね、うん、登録者が2000人を突破することができました、うん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。すごい、2000人、すごいね。ね、ここまで YouTube を続けることができたのも皆さんの応援のコメントだったり、皆さんが再生してくれることによってね、僕と私たちもね、うん、続けることができたので、本当にね、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、今年で、まあ、2年経ったということなんですけれども、うん、この1年は TikTok をね始めてみたりだとか、人生で初めてのイベントに参加したのが結構ね、大きかったかな。大きかった。また熱が入ってるね。そうだね。あの当日イベント行った時、あんまり話す時間がなくて、もうちょっと長く話せる時間が持ってたらなと思って、いろんなイベント行きたいね、これからも。そうだね。なんか今まではコメント欄とか、うん、あのインスタグラムの DM とかしかやり取りをしてなかったので、うん、初めてね、うん、すっごい緊張したけど視聴者さんと話して、うん、すごくいい経験、いい思い出になりましたなんか若い子たちが多かったから、ね、パワーもすごかったし、もうほんとこれから頑張ろうって熱が入った。1日だけでもうすごい熱が入った気がして、だから8とかロータリーのくくりだけじゃなくて、もうちょっとなんかスポーツカーとかマツダとかの大きなイベントとかも行きたいなって思って。そうだね、今年はイベントに何個かね、ちょっと参加してみたいなと思っておりますので、楽しみにお待ちください。お待ちください。ちょっとイベント情報に私たち疎いので、はい、そういう情報がある、あったらね、うん、ぜひコメント欄とかあのメッセージで教えてください。あのね、我らのちっちゃな目標だけどね、うん、マニュアル女子のお友達に出会いたい、ね、お友達って言っているかわかんない。コメントとかでは来てるけどね、マリナちゃんの運転を見て、私もマニュアル免許を取ることを決意しましたとかこんな運転でいいのかなって感じだけど、まあ女の子じゃなくて男の子も結構多いんだけど、そうだね、そういうコメントも多いのでね、大体、うん、こんな運転でそんなパワーもらったかなってマリナももっと運転頑張んないとね。本当だよ、実は初心者、初心者1年なんですよ、実は1年経ったんですよ、あの動画から。仮免許から運転した動画から1年経ってるし、免許取りましたっていう動画からは1年経ってないと思うんだけど、うんうん、初心者じゃなくなりました。初心者じゃなくなりましたよ。ということでね、もっとバリバリ運転練習の動画をね、最近上げれてないので、あまりいろんなとこ行って運転練習しましょう。もしかしたらね、マイナーのマニュアル車買っちゃうかな。
な。最近車欲しくなっちゃって。何評判が良ければってどういうこと？やっぱりでもほら、あの見てくれる人がいればさ、それに後押ししてちょっと考えるけどさ、うん、なかなかね、そんな簡単に車ねポンって買えないですから。え、けど我らが車買うとかみんな興味ないんじゃないの？我らが8を運転するからみんなびっくりするんじゃないかな。じゃあスポーツカー買わなきゃだめ。いや、やだよ。視聴者さんの中で私はこんな車乗ってますとか女子で教えてもらえたら、ちょっと私の選択肢の中に入るかもしれないから。ああ、マイナ今欲しいのジムニー。ジムニーとかそういうマニュアルでも SUV とか背の高い車高の高い車高の高いマニュアル車がいいかなと思ってるんだけど、だってカメちゃんの8が車高低いんだもん。そうだよ ね、どっちも車高低かったら ね、大変だよね、うん。ということで、たくさんコメントでも会話したいと思っておりますが、はい、イベントにも参加したいと思います、はい。もうあの今年はね、チャンネル登録者数1万人をちょっと目指して、あのより、ね、活発にいろいろ活動していけたらなと思っているので、まあ、YouTube ショーツの方がも上がってるかもしれないですが、ちょっと YouTube ショーツもちょっと試しに取り組んでみたりだとか、あの YouTube ショートとか TikTok とかに YouTube では見れない動画とかも上げて、オリジナルのね、なんかネタをね、うん、切り抜きだけとかじゃなくて、そう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 、切り抜きだけだといくら内容違ってもちょっと面白くないかな。う、ね、もう見たことある人がね、で、うん、あ、ここでも見た、ここでも見た、ここでも見たってなっちゃうから。そうだね、オリジナルの動画がね上がるかもしれないので、ちょっとチェックしてみてください、うん。まあ、YouTube の動画の方ではね、引き続きマリナがね8で練習する運転練習をする動画を上げていきたいと思いますので、はい、引き続き応援と頑張ります。ご視聴よろしくお願いします。今年の目標は一人で運転してみたいな。一人か、一回運転したよね。うん、一回運転した。怖え。怖いですよ。呼ばれるんだって怖いよ。怖いからまだ挑戦できてないんですけど、それができたらもうすごい成長かなと思うので。いや、すごい成長でしょう。ちょっとできないかもしれないから聞き流しといてください怖いから。それだったらもう1台買っちゃおうかもうっていう感じもあるよね。はい、ということで、あの引き続きねよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします。3年目も私たちよろしくお願いします。やってほしい企画とかがあったらコメント欄によろしくお願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。